1986年4月26日、チェルノブイリ原子力発電所の4号炉が爆発。ヨーロッパの広い地域が放射能に汚染された。それから25年、世代は変わろうとしている。あなたは誰？思い出せない。ゾーンの中で自動車事故に遭って救助された。分かっているのはシュトレロックというやつを見つけなければいけないということだけ。だからミュータントや放射能を恐れずにゾーンを進んでいく。そして願いを叶えるために石棺に入る。そう、どんな願い事？全ての人が幸せになるってことさ。チェルノブイリ原発事故から今年で25年が経ちました。その時生まれていなかった世代がすでに大人となり社会に出ています。このドキュメンタリーはそうした自国に生まれた若者たちの姿を描いています。いかなる大事件であろうと25年という歳月は風化が進むのに十分な時間です。ウクライナではチェルノブイリがコンピューターゲームにもなり一見過去の事件となったかのように見えます。しかしチェルノブイリは終わっていません。このドキュメンタリーでは甲状腺の障害を持った20代の女性、ロック歌手、石棺のチーフエンジニア、石棺の中を撮影した技術者などが自らのチェルノブイリを語ります。そして主人公は紛れもなく老朽化しうめきあえぎさまざまな思惑の渦巻く石棺です。東日本大震災による東京電力福島第一原発の事故とチェルノブイリの事故を単純に比較することはできません。しかしこの作品に描かれていることは私たちが今後直面するであろう問題に対して多くのことを示唆しています。ご覧ください。チェルノブイリは燃えてしまった。いつになったら僕らが本当に知りたい情報をもらえるようになるのか。子供たちは事故が起きたことさえ知らない。あの出来事をどう説明すればいいのか。今僕らが知っていることは政府の発表が全てだ。新しい情報などない。あれから25年、何が変わったのか、そしてその変化を気に留める人がいるのだろうか。私は21歳、いわゆるチェルノブイリチルドレンです。甲状腺の機能に障害があって健康上の不安を抱えています。母はもういません。11年前にがんで亡くなりました。チェルノブイリ事故との因果関係は分かりません。でもウクライナではたくさんの人が癌で死んでいるので関連があるんじゃないかと思っています。僕は23歳、チェルノブイリ事故の翌年の生まれです。今はウクライナの原子力発電所で働いています。
ウクライナにある発電所の設備はどこも老朽化が進んでいて、中には20年近く使われていないものもあります。原子力発電所の状態は決して良くありません。このままだと第2のチェルノブイリ事故が起きても不思議ではありません。私も仲間もあの事故のことを忘れていません。でも周りの人はもうほとんど関心を持っていないようです。もちろん事故があったことは誰でも覚えています。ただ25年も経った今ではみんな日々の生活に追われ、事故への関心は薄れてしまっています。1986年の出来事を今の自分と結びつけて考える若者はあまりいない。情報はほとんど公開されず、当時の出来事を証言できる人も少なくなった。しかしチェルノブイリの物語は決して終わったわけではない。4号炉を封じ込めたコンクリートの塊をすっぽり覆う新しい石の棺、石棺を作るという話です。あの大きな煙突は取り壊すそうです。完全に覆うのに煙突が邪魔だからです。でも煙突を取り壊すのは彫像の頭を切断するようなものです。チェルノブイリ原発には事故で亡くなった人の慰霊碑がありますが、そんなのは僕たちにとってあまり意味がありません。あの煙突こそが市民にとってチェルノブイリの象徴なんです。それを取り壊してまで新しい石棺を作るなんていう計画に賛成してる人は誰もいません。そんなことをして何の意味があるんでしょう。みんな疑問に感じています。悲惨な事故の記憶は厚い鋼鉄でできた新しい棺の中に今再び封じ込められようとしている。チェルノブイリ原発4号炉は多くの若者にとってもはや現実のものではなくなった。それはバーチャルなコンピューターゲームで体験するものになっている。ゲームはとてもリアルなので、まるで本当にチェルノブイリにいるかのような気分になります。ある時私がプレイしていたら、父にそれは一体何なんだって聞かれたんです。チェルノブイリを舞台にしたゲームよって答えました。主人公は放射能に汚染されたチェルノブイリ事故の跡地で過酷な条件の仕事を請け負っている。そういう人たちのことをこのゲームの中ではストーカーと呼ぶんだって言ったら、それなら私もストーカーだって父が言いました。原発の汚染を除去する作業に参加したんだから間違いなく自分もストーカーだって。それまであまり知らなかった父の一面をゲームを通じて知ったんです。私は 3D のグラフィックデザイナーで10年間ゲームのデザインをしていました。
生活のためでしたが、もうやめました。今はチェルノブイリの立ち入り禁止区域、いわゆるゾーンの中でツアー客のガイドをしています。事故からもう25年経ちました。ほとんどの人にとってあの事故はすでに過去のものです。1986年の4月に起きた原子力発電所の事故、その一言で大抵片付けられてしまいます。でも中にはチェルノブイリに興味を持ってあの事故のことをもっと深く知りたいという人がやってくるんです。事故のあと、原発から30キロ圏内は立ち入り禁止区域になった。しかし今では毎年3000人を超える人が見学に訪れている。ゾーンの中で働く人たちが暮らすチェルノブイリ市を通過、そして原発で働いていた人々の町プリピャチを訪れる。人気のない不気味に静まり返った町が事故の重大さを物語る。年月の経過、放射能の強さ、悲劇の大きさが伝わってくる。プリピャチには4万7000人が暮らしていましたが、ある日突然ここにはもう住めなくなったと告げられたのです。最初は3日間だけの避難だと伝えられました。わずかなお金と ID カードを持って人々は町を後にしました。しかし真実を告げられていたらどうだったでしょう。家から離れてください。もう二度と戻ってくることはできません。持っていったのはお気に入りの本でしょうか、写真でしょうか、好きなレコード、冬なら子供用の衣類かもしれません。たくさんの好きなものの中からいくつかを選ばなければなりません。持っていけるものは限られています。でもどんなに念入りに選んだとしてもきっと何か大切なものを忘れてしまいます。そしてそのことを生涯悔いることになるのです。Так, снимай, 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 снимай. Жора, сейчас он снимет. Цифры. Что, Андрей, ты ближе встань? Алло. Привет. Ты где? Ты в зоне? А где именно? Возле чертового колеса. Возле чертового колеса? Прикольно, я тоже. ゲームの中の移動研究所にノビコフという人物がいます。そのモデルは私です。ゲームの中の私はストーカーの武器の改造に携わっていますが、実際は原子力安全委員会で次席チーフエンジニアの役職に就いています。チェルノブイリの現実はコンピューターゲームよりはるかに過酷です。セーフティーネットはありません。途中で嫌になってもゲームのようにセーブして立ち去ることはできないのです。ゾーンの中では
間違った場所に足を踏み入れると何年かして重い病気を発症することもあります。矛盾した考えかもしれませんが、この危険地帯に外の人を連れてこなければならないと思っています。確かに危険はあります。しかしそれより深刻なのは、あの出来事が風化してしまうことです。人は生きている限り心に記憶を留めています。チェルノブイリの大惨事をきっかけに、ウクライナの人々はソビエト政府に対する反感をさらに強めていきました。騙されていたことに気づいたのです。市民は政府に侮辱されたと感じました。ソビエト連邦から独立したいという思いは日一日と強くなっていきました。そしてついには抑えきれないほどになったのです。チェルノブイリの事故はウクライナをソビエト連邦からの独立に駆り立てた大きな要因だったと考えられています。その後国内の経済問題が深刻になったため、チェルノブイリのことは二の次になり、次第に関心も薄れていきました。そして徐々にウクライナの政治の争点から外れていったのです。最近では大統領選挙や地方選挙でチェルノブイリの問題が取り上げられることはほとんどありません。市民の関心の低さがそこに現れています。一年に一度4月のその日にはみんながあの事故に思いを馳せ話をします。でもその日以外はこれっぽっちも考えません。若い人は事故についてほとんど聞かされていないので、自分で情報を集めた人でなければ当時のことをよく知りません。でも私は違います。祖父からいろいろ話を聞いています。ジャーナリストとしても興味があるテーマなんです。私は医者です。専門は衛生と病気の予防です。1986年の5月、事故が起きた翌月にウクライナの保健省から専門家として調査を依頼されました。それ以来チェルノブイリ原発の事故が健康にどのような影響を与えてきたか調査を続けてきました。事故の5年後以降、これまでにウクライナの人口は700万人も減少しています。12の州、73の行政区、293の住宅地が今もなお放射能に汚染されていると考えられています。そして事故によって健康被害を受けた人は225万4千人に上ると推定されています。治療を受ける必要がある人たちだけでそれだけいるのです。ところが事故から20年も経たないうちに、国連と国際原子力機関、そして世界保健機関は事故の後遺症についての医学調査を縮小する、さらには中止すると決定しました。なぜそんなことになったのか分かりません。Одним из самых неблагоприятных последствий Чернобыльской аварии является резкое ухудшение здоровья детей. Среди них количество здоровых в настоящее время колеблется от 5 максимум до 10%. У остальных детей выявляются те или иные хронические заболевания. Причем часто выявляется не одно, а 2, 3, 4 и даже 5 заболеваний хронических у одного и того же ребенка. То дети, у детей, родившихся у ликвидаторов Чернобыльской аварии 86 года, количество врожденных пороков достоверно выше.
祖父はウクライナ人の寿命が短くなっていると言います。以前は平均寿命が75歳くらいだったのに、今ではもっと下がってきているんだそうです。5年か10年後には平均寿命は55歳くらいになってしまうだろうと祖父は言ってます。人生が20年も短くなるなんて恐ろしいことです。ウクライナはヨーロッパの中でも特に貧しい国です。チェルノブイリというブラックホールが果てしなくお金を飲み込んでしまうからです。そして住民の健康までも一緒に奪い去ってしまいます。事故を起こした4号炉の処理はまだ完全に終わったわけではない。ウクライナはチェルノブイリにすっかり疲れ果てている。チェルノブイリの石棺を実際に間近に見て感じること、うまく説明できないな。一番近いのはそうだな、ハリウッドスターを見てるような感じ、そんなとこかな。写真でしか見たことのないものがすぐそこにある。事故の時父がどんな風に消火活動をしたのか想像してしまいます。夜になった時火災はどんな風に見えたんだろう、その時父は何を考えたんだろうと。当時はまだ誰もそんなに危険なことだとは知らなかったはずです。4号炉は威圧的です。圧倒されます。でもこのチェルノブイリの姿を見られるのはあと少し。私は最後の目撃者の一人になるんでしょう。何もかも始まったばかりなんです。なぜかというと、あの事故がもたらした問題はどれも前例がないものだからです。つまり参考になるものが何もありません。石の棺は私たちに戦いを挑んでいます。ウクライナだけでなく全世界を守るためにできる限りのことをするつもりです。大変危険な場所です。一番の問題はあの構造物、つまり石棺の中がどうなっているのかはっきり分かっていないことです。しかも中にはまだ大量の放射性物質が残っているので、あまり長い時間をかけて調査することができないのです。事故の翌月からコンクリートで原子炉を覆う石棺の建設が始まった。放射線の遮断と残っている核燃料に雨がかからないようにするのがその目的だった。石棺は30年は耐えられるように設計されていたが、実際は脆く、完成当初から絶えず補強しなければならなかった。事故の直後から世界中の専門家や政治家がウクライナ、当時はソビエトでしたが、この国を助けるための解決策を探り始めました。しかし技術的にどんな手を打つべきか合意に至るまでに時間がかかったのです。 G8、EU、ウクライナの間で問題解決に向けて何度となく話し合いが繰り返されました。1997年、国際社会はチェルノブイリを安全な環境にすることで合意。フランスは新しい安全な石棺で4号炉を覆うことを提案した。新しい石の棺は長さ150メートル、幅250メートル、高さ100メートル以上の巨大なものになる予定です。建設には2万トンを超える鋼鉄が使われます。4号炉を解体する際、新しい石棺はシェルターの役目を果たすことになります。しかし、安全に解体作業を行う技術が今はまだありません。それは
つまり4号炉を解体するというのは、あの壊れた原子炉をバラバラにして撤去するということだからです。そこには放射能に汚染された金属やコンクリートの瓦礫が山のように積み重なっています。残念ながらそこで撤去作業をしてくれるロボットはまだ開発されていません。だからといって私たちの子供にスコップやバケツを持たせてロボットの代わりにそんな仕事をやらせるわけにはいきません。あの時私はそれをしました。二度とあってはならないことです。新しい石棺は史上最大級の建造物となり、その建設維持は何十年にも及ぶ。しかし建設の大前提である原子炉内の核燃料の存在については未だに意見が分かれている。原子炉はメルトダウンを起こし、核燃料と瓦礫が混じり合った溶岩状のものが建物の下に流れ出しました。しかし調査できないエリアがたくさんあって、およそ200トンの核燃料のうちどれくらいが今も残っているのか正確な判断が下せないのです。ただ 80% から 90% は溶岩のような形で残っているのではないかと推測されています。核燃料の残量については大きく意見が分かれています。最初に現地へ行って調査をしたのはモスクワのクルチャトフ研究所でした。確か1986年の春か夏です。危険度を見極めるためにまず原子炉内のどこにどれだけの核燃料が残っているか、それを正確に把握する必要がありました。一番恐れていたのは燃料がどこかに残っていて核反応が続いている状態でした。核反応が続いていれば当然ものすごい熱エネルギーが発生します。いわゆるチャイナシンドローム、メルトダウンが止められなくなってしまう可能性もありえるからです。当初ソビエト政府が国際原子力機関 IAEA に提出するために作った報告書には 6% ないし 96% の核燃料が漏れたと推定すると書いてありました。その時点ではそこまで調べるのが精一杯だったのです。しかしソビエトの科学者に批判が集まるのを懸念してこの報告書は提出されませんでした。その後ソビエトは漏れた核燃料は全体の 5% だったという都合の良い報告を IAEA に送りました。しかし私が見た原子炉の映像には核燃料が残っていないことがはっきり映し出されていました。1991年にウクライナが独立すると、この事実を伏せておかなければならないと考える人が一層増えました。核燃料が全て流出してしまったといえば、援助金が受け取れなくなるからです。核燃料が今もそこにあり、それが脅威を与えているからこそ、国際社会は新しい石棺を建設するために財政援助をしてくれるのです。こうして新しい石棺の建設計画は現実のものになりました。ウクライナの人々は安心して眠ることができるようになったわけです。新しい石棺は本当に必要なのか、その判断を下すには今も残っている核燃料の量を確認しなければならない。しかし外部から科学的な方法で信頼性の高いデータを得ることは不可能だ。事実を確かめるには25年間眠り続けているこのモンスターの中へ入っていくしかない。1988年の5月から私は隣の3号炉で働き始めました。仕事の初日、最初のシフトに着いた時から石棺の中を見てみたいという気持ちは抑えられませんでした。すぐそこにあるんだから見に行ってみよう、単なる好奇心で起こした行動でした。禁じられているからこそ見に行きたいという
誰もが持っている好奇心です。スパイにでもなったような気分でした。もちろん上司からは禁じられていましたが。特殊な装置がなければ放射線は目には見えません。ガイガーカウンターを使えば音で探知することはできます。放射線の強い場所へ行くと空気中のオゾンの濃度が非常に高くなっているので匂いで感じることもあります。デジタルカメラで撮影すると小さな点が現れます。息子のように石棺の中の写真を撮った人はそう多くはいません。私自身も実は何度も中を見ています。核燃料のそばも幾度か通りました。確か1996年だったと思いますが、石棺の中で自然に核分裂の連鎖反応が起こり中性子が放出されたことがあります。石棺の中ではそのような異常事態がしばしば発生していました。そういったことにどう対処すべきかを検討するために現場を見に行く必要があったのです。私の家族は3代にわたってチェルノブイリの石棺で働いています。祖父は石棺の監督主任を務めました。私は父と同じ放射線測定士の仕事に就きました。石棺と同じ1986年生まれです。今ここで働いているのは4000人くらいだと思います。ほとんどの従業員はスラビティチから通っています。チェルノブイリまでは直線距離で50キロベラルーシを通って通勤しています。最初のうちは野生動物がいたり廃墟の村があったりして面白いと思いましたが、人間というのはすぐに慣れてしまうものです。ここで働いているのは他にいい仕事が見つからなかったからです。自分の子供にここで働いてほしいかどうかは正直何とも言えません。父は石棺が変化していく様を見つめ写真をたくさん撮ってきました。父を誇りに思っています。石棺に対する私の感情は恐怖や嫌悪感から一定の時を経てある種の愛情に変わっていきました。石棺は人間の過ちから生まれた生き物のように私には思えます。25年間支配され抑え込まれてきた怪物、今はうとうと眠っている状態ですが、だからといって危険がないわけではありません。石棺は変わり続けています。その様子を観察するのは興味深いものです。石棺内部の放射線量は今も注意深く測定されている。石棺の管理者が最も気にしているのは核燃料がどれくらい残っているかではない、どのような状態にあるかだ。
燃料の量はそれほど重要ではありません。問題はその状態です。核燃料を含んだ溶岩状の塊は年月とともに劣化し脆くなってきていることが分かっています。セラミックの一枚岩のようなものが欠片状に崩れ始めているのです。ボロボロと崩れ粉塵や灰になると広範囲にばらまかれます。そうなればさらに土壌が汚染されるでしょう。アルファ線を出す放射性物質が広がるので非常に危険です。放射線測定士ならアルファ線の危険性は皆知っています。20年後30年後まで危険と向き合わなければならないのです。巨大な石棺はここで働く人たちのリスクを最小限にとどめるのに大いに役立つと考えています。解決策を探し出すまでの時間稼ぎができるということです。おそらくは長い時間がかかるでしょう。今ある石棺をどう解体するか、放射性物質をどのようにして取り出し封じ込め安全な保管場所まで輸送するか、こういった難問を完全に解決できる手段は現在のところ存在しません。新しい石棺は耐用年数を100年と想定しています。これだけの期間があればゆっくりと事態の打開に必要な技術を開発することも可能だろうと私たちは考えています。問題をこれ以上複雑にしたくありません。計画から数年遅れで21世紀最大規模の建設工事が始まった。しかし事の緊急性とは裏腹に工事は遅々として進まない。建設を進めるためにはまず他の3つの原子炉で使用されていた核燃料を取り出さなければなりません。燃料はいつ連鎖反応を起こしてもおかしくないので、それが私たちにとって脅威となっているのです。石棺に隣接する1号炉から3号炉まで3つの原子炉には現在も数百トンのウラン燃料が入ったままになっている。この3つの原子炉が2000年まで稼働していたことはほとんど知られていない。深刻なエネルギー不足に直面していたソビエト政府は事故の数日後には3号炉の責任者に運転を再開するよう命じた。そして原子炉は再び稼働し始めた。しかし90年代になって欧米諸国がチェルノブイリの原子炉の危険性を指摘、2000年に3つの原子炉の運転は停止された。それ以来核燃料は原子炉の中に残されたままになっているのだ。Ось зараз за нього взялися з новими силами і, ну, можливо, виправлять. Можливо. 竣工の時期が大きくずれ込むことはもう確実になってしまいました。いろいろな問題があってスケジュール通りに工事が進みません。完成は2014年の初めになる予定です。キエフで建設されているスタジアム、サッカー大会ユーロ2012のためのものだ。85億ユーロを集めることに成功し急ピッチで工事が進んでいる。一方チェルノブイリの石棺建設には思うように資金が集まらない。金を出す国に何の見返りもないからだ。建設には当面10億ユーロが必要です。現在までで総額8億5000万ユーロの建設資金が集まっています。世界30カ国が
新しい石棺の建設に協力してくれています。難しい問題を抱えているこの若い国家に他の国々は手を差し伸べるべきだと思います。今ウクライナに人を送っているのはフランスとドイツとアメリカです。建設工事が完了しその国々が引き上げたらウクライナはどうなってしまうんでしょうか。新しい石棺は完成した後もその維持管理にはかなりのコストがかかると思われます。しかし設計者も出資者もまだその金額については明言していません。噂では年間7000万から8000万ユーロと言われています。石棺を今後100年間維持するとなればその莫大なコストをウクライナだけで負担することは不可能です。15年ごとのメンテナンスにはおよそ10億ユーロが必要になると考えられている。建設費にも匹敵するその額はまだ国家予算に組み込まれていない。ウクライナを支援するために新しい石棺を建設するという解釈はもちろん可能です。でもちょっと別の見方をすれば、原子力エネルギーを推進しようとする国際的な企業グループがチェルノブイリという汚点を覆い隠そうとして新しい石棺の建設に協力しているとも考えられます。原子力エネルギーに不安を抱いている人たちに石棺の建設で安心感を与える。そうすれば IAEA のお墨付きをもらった原子炉を世界各地に設置することが可能になるからです。そうした疑問が上がるのも当然かもしれない。新しい石棺の建設を請け負っているのはフランスの原子力発電所を数多く建設してきた大手建設会社の共同体だ。使用済み核燃料保管庫を作ったのも原子力分野で事業を展開しているフランスの企業。フランスにとってこのプロジェクトはどんな意図があるのだろうか。立ち入り禁止区域ゾーンには石棺の建設以外にもまだ問題はたくさん残っている。現在ウクライナには200万トン近い放射性廃棄物があり、そのおよそ半分がチェルノブイリにあります。しかもそのほとんどを屋外に保管しているので、3000万のウクライナ人が飲んでいるドニエプル川の水が汚染されているという人もいます。放射性廃棄物が近くの沼地を経てドニエプル川に流れ込めば、それは飲料水にも混入します。いつ現実になってもおかしくありません。そうなればウクライナ全域に人が住めなくなってしまいます。ウクライナの人々にとってさらにもう一つ見過ごせない問題が明らかになった。近い将来、フメルニツキ原子力発電所に新しい原子炉ができることになりました。3基目、4基目の原子炉です。建設はもともと1985年に始まっていました。ところがチェルノブイリで大きな事故が起きたので工事は中断し、計画は凍結されていたのです。それ以来ずっと放置されたままになっていました。25年間風雨にさらされていたので建物の安全性は著しく低下しています。ウクライナは2030年までに22基の新しい原子炉を建設する計画を立てている。ウクライナがなぜ今新しい原子力発電所を建設しているのかと疑問に思う人がいるかもしれません。実は
この計画の裏には電力をヨーロッパに輸出したいというウクライナの意図があるのです。ウクライナの送電網をヨーロッパの送電網とつなげようという大掛かりな計画が立てられています。これが実現すればウクライナは原子力エネルギーから手を引こうとしているヨーロッパの国々に電力を輸出することができるのです。人気ばかりを気にして大衆におもねるような政治はもうそろそろやめてほしいと思います。どんなに難しい問題でも力を尽くして解決に導こうとする強い意志を持った指導者をウクライナの国民は求めています。残念ですがそこが分かっていません。政治家はもっと腰を落ち着けて政治に取り組んでほしいものです。しょっちゅう大臣が変わり行政組織も変わってしまうようでは何一つ決められません。国際社会はチェルノブイリ原発を環境的に安全なシェルターに押し込んでしまえという。うまくいくかどうかは時間が経たなければわからない。時が経てば誰が得をしたのかもおのずから分かってくるだろう。結末が私たちの振る舞いにかかっていることは確かだ。最後にこのゲームの主人公は石棺の一番奥に到達する。そしてそこにあるモノリスの前で願望を口にするとそれが叶えられるんだ。 I want to be rich。他人を思いやる気持ちが口から出れば不気味なゾーンは消え、主人公のシュトレロックは緑の草原で目を覚ます。ゲームの終わりに主人公が目覚める草原は一面に緑の草が生え、蝶がひらひらと舞っています。しかし残念ながら現実には永久にそういう結末は訪れないでしょう。一見したところチェルノブイリの立ち入り禁止区域ゾーンは美しく見えます。緑がたくさんあって普通の森にはいないような動物もたくさんいます。でもよく調べてみるとそこにある草も木もそして土もプルトニウムに汚染されています。とても残念なことですが、この土地でずっと暮らしていきたいと思ってもそれは到底不可能なことだとわかるでしょう。チェルノブイリの現実から目をそらし悲惨な事故の教訓を忘れてしまえば、いつの日か人は同じ過ちを繰り返すかもしれない。忘却は人の佐賀。しかし原始の命は果てしなく長い。